朝日ザリッチ知ってます？キンキンに冷やすとこれがまた。ブーラボー目指したのはプレミアムビールを超えるうまさ。朝日ザリッチ夏のザリッチ知ってます？キンキンに冷やすと冷やすとこれがまた。そう目指したのはプレミアムビールを超えるうまさ。アサヒザリッチブーラボーブーラボーブーラボーブーラボでは以上で竹野内豊さん撮影終了です。お疲れ様でした。いやもう和気あいあいとして、とても楽しい、まあほんのわずかな時間で終わってしまいましたけど、とても楽しかったです。はい、ありがとうございます。長澤さんいかがですか？あ、そうですね、なんかこう各世代が揃ったっていう感じがして、うん、本当にこうフレッシュな印象がこのCM に加わったなという感じがしてますね。北口さん、ええ、世代を超えてですから、皆さんと仲間に入れてもらって本当に楽しいです。中野君も本当に清々しいね、好青年で楽しかったです。ありがとうございます。中野さん、皆さんのコメントを受けていかがですか？いや本当最初お話をいただいた時はもうこんな
豪華な皆さんとご一緒できると聞いてもうすごく嬉しかったですし、まあ、恐縮もしてたんですけど、でもいざ撮影となったら皆さんとっても温かく迎えてくれて、あの楽しく撮影することができました。緊張などはあったりします？最初の1カット目はめちゃめちゃ緊張して、あの汗だくでしたね。引きの絵だったんでなんとかバレずにやれたんですけども、汗ダーダーでとっても緊張しました。デビュー2年目ですよね。右も左も分からず、もうただただがむしゃらに、やっていた記憶がありますね。長澤さんいかがですか？そうですね、まあ、当時まだ中学生とかだったんで、そんなにこう仕事の記憶っていうのがあんまりないんですよね。学生をしてましたね。そうですね、僕は15歳ぐらいだったと思うんですけど、なんだろう、もうお芝居が楽しくてしょうがなかったような記憶がありますね。なんかこう夢中になって、お芝居にこうどうやったら演技うまくなるんだろうとか、そんなことばっか考えてた気がしますね。夏といえばやっぱりもう花火、蚊取り線香、この日本の蒸し暑い夏、この3点セットでも日本の夏っていう、あの日本を満喫する、なんかそういうイメージがすごくあって、子供の頃から。花火もね、ずいぶんやってないんで、まあ、バーベキューでもしながら、まあ、今やってはいけないことがたくさんありますからね。まあ、みんなで、まあ、ビール飲みながら、まあ、バーベキューして、で夜は、まあ、花火やったりとか、そういうことをやってみたいなと思いますけどね。ありがとうございます。長澤さんいかがですか？そうですね、そうですね必ずやることは特にないんですけど、まあ、今年やりたいなと思うのは、そうですね、そうですねまあでも、ベランダとかで、夜、夏暑いんですけど冷やしたビールを飲むのが好きだったりするので、今年はアサヒザリッチでそれをやりたいなと思います。ありがとうございます。北藤さんいかがですか？そうですね、今時々京都へ撮影で行くんですがね、僕は京都生まれで、鴨川がありますでしょう、まあ、あそこへもう夏になったらもう友達と一緒にゴリをつかみに行ったりね、いろんな遊びをしました。でもその今思うと、その鴨川の清流の音を聞きながらね、ああグッとやれたらいいですね、ありがとうございます。中野さんいかがですか？そうですね、まあ、せっかく夏なら、プールとかプールサイドでビール飲んだり、海でビール飲んだり、なんかこう明るいうちから、飲みたいなっていうふうに思いますね。すみません、ちょっと中野さん今回、はい、初めてなのでもうちょっと深掘りたいんですけど、今年はこれまでは今年はこういうことをやりたいっていうことだったんですけど、はい、必ず夏はこれやるなみたいな話ってあったりしますか？必ず夏これやる、必ず夏これやるな、そうですね、友達とバーベキューとかしないの？あ、でもしますね、バーベキュー、できることならバーベキューしたいです、今年も、自然と触れ合いたいです。
まあ、コロナなのでなかなか外に出る機会も減ってると思うんですけど、そうですね、そうですね、許されるのであれば友達とバーベキューしたりしたいですね、うん。